桜井市の長谷寺にやってきました。入り口の近くにコインパーキングがあって、ここ400円だそうですよ。お寺のパーキングは500円だそうなので、若干安いですね。1時間まで400円で、それ以上だと500円だそうです。では、3本まで歩いてきました。これが門前町ですかね。総本山長谷寺、なかなかいい感じですね。ここに由緒書きがありました。西暦686年源氏物語や枕草子などにも語られているそうです。はい、500円ですね。ここに地図がありますね。現在地がこの仁王門ですね。でずっと行って本堂、開山堂。いや、すごく広いね、これ。どう行ったらいいの？これ本坊とかもあるし。現在地ここ。うん、これを行くわね。うん。でこう右へ行って蔵王堂行って、本堂行って、本長谷寺行って、奥の院へ行って、本坊行って降りてきますか。仁王門、仁王様がいらっしゃいますね。ああ、これすごいね。これこの灯籠が灯るとすごく良さげやね。あそこにこう横へ上がる回廊が見えてますね。はい、本堂の方へ上がります。なかなか登りごたえがあるね、これ。上がってきました。蔵王堂、蔵王さんか。紀貫之の歌があります。では上がりましょう。もうちょっとだ、頑張ろう。思わなかった。仏の道は厳しいね。思ってなかった、想定外よ。上がってきました、到着です。こちらが国宝本堂って書いてますよ。
そちら御朱印所。そうやろう。本堂参拝しましょうよ。国宝の本堂。ハセの舞台。撮影禁止ではない、ご本尊の撮影ができなかったので、こちらの、ああ素晴らしい景色です。写真動画 OK ですね。よかった。清少納言も驚いたそうです。うわこれ素晴らしいね。これちらほらと咲いてますよ、桜が。いや、清水の舞台みたい。はい、いやこんなすごいんやね。来たことなかったよね。そうそうそう、思い出してしまうけどね。参拝を終えて先に進みます。あっちの拝観せんかったね。愛禅堂とかあったけど、ああ地蔵菩薩、こちら大黒天ですね。では参拝します。はい、ではあの大黒様にも参拝しましたので、開山堂の方へ降りていこうと思います。順路弘法大師三重堂開山堂の方に行く予定でしたが、五重の塔がこっちだということで、こちらの方に行くことにしました。少し登ります。三重堂です。昭和59年に建てられたそうです、三重堂。では参拝します。はい、五重の塔までやってまいりました。この下が開山堂ですね。これがあれは何でしょう。ちょっと登る気力がないんですが、はい、これは元長谷寺、天武天皇平誉のため建てられたそうです。はい、五重の塔です。三重の塔だったのが、炎上したため、昭和29年に建てられたそうです。いや見事です。納骨堂です。で、ここ行ったところに奥の院があるので、そこまで歩いていきます。いやものすごく整備されてるね。これ長寿良犬供養塔があるので、ちいちゃんたちにお参りしましょう。歴代のお坊さんのお墓です。はい。
これが奥の院みたいですよ。この反対側が多分正面でしょう。そうだね、うん、2つあるからね。向こうから参拝でしょう。はい、これが奥の院のようです。では参拝します。では参拝しましたので帰ります。300メートル。本坊までやってきました。お正月なんで門松立ってます。うわ、すごい立派。はい、秩父の宮秘殿下のお手植えの松だそうです。こちらは三笠の宮殿下のお手植えの松ですね。皇族が泊まるんですね、ここは。いや、素晴らしい建物です。すごい似て、向こうの廊下の。あ、本当。はい、一般の方の拝観はできませんと。これだけでもすごいよね。いや、ここから見るだけでもちょっと見応えがありますね。はい、では戻りましょうか。はい、戻ります。受付まで戻ってきました。ではそのまま駐車場の方へ出て戻ろうと思います。はい、ありがとうございました。駐車場まで戻ってきました。ここまでで17分、1キロでした。素晴らしいお寺でした。いや、来た甲斐ありました。はい、それではまた。では、ここの生産機で生産します。